最近さ、ちょっと新しい経験しよう。あ、小沢優太です。自己紹介忘れてました。私、小沢優太というもんでしてね、常日頃から、政治についての動画出しております。普段やらないことにさ、チャレンジしようと思って、夜中にさ、ビール飲んでみたんだよ。缶ビールね、コンビニで買って。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。うわぁ、ビール飲んでみたんだけどさ、うまくねえなおい。大人になればビールはうまくなるよっていう話を聞いてたから、今年で24だしさ、飲んでみるかと思って飲んだけど、本当に美味しくなかったんだよね。 350ml の缶だったんだけど、飲みきれなかった。てかやっぱお酒ってね、好きになれないんだよな。ジュースはマジで大好きなんだけどね。飲んでめちゃくちゃみんなでワイワイするみたいなのって超羨ましいんだよ。飲めないアピールして生きってる男とか女の子がいるじゃん。俺ああいうタイプじゃなくて、本当に羨ましいなって心から思って飲めないタイプなんだ。だから、練習しようと思って、ビールに手を出したっていうのもあるけど、まだ僕子供だわ。ってな感じで、やっていく今日の動画のテーマは、男子が最近この子好きだわ、と思った出来事。これについて話していこうかなと思っております。エピソード系ですよね。男がどういうポイントでキュンとするのか、これをみんなで学んで見ていきましょうよという、そういう回でございます。ということで、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。やっていきましょう。チャンネル登録してね、欲しい。言葉の一つ一つが可愛い。ああ、もうこれは好きだね。この人はもう好きなんだよ、その女の子のことが。だから何も参考にならない。多分この子は、その女の子が和式便所で重っきしでっかいうんこしてても可愛いと思うタイプ。何かしらボケた時に微笑みながら目線を送ってくる。え、それはね、モテるよ、その女の子。くだらないボケに対してちゃんと反応を示してくれる。それが微笑み付きの視線だけでいいんだよ。マジで嬉しいの。なんか知んないけど、男ってやっぱ面白いっていうのアピールしたい生き物なんだよね。この面白いっていうのが受け入れられたなっていう感覚になると、すごい報われた気になっちゃって、その女の子をもっと笑わせたいとか、そういう欲が出てくるんだよ。だからこれはいいと思う。ツンデレな彼女から会いたいって言われた時、会いたいでめちゃくちゃ好きだなって思ったってことは、普段から相当ツンツンしてますよね。俺あんま好きじゃないっすわ。自分が100の態度で愛を示すならば、あっちからも100で愛を示してほしいと思うタイプ。ツンデレが一つのカテゴリーとして受け入れられて、それがいいと言われてる世の中、ちょ、俺ダメっすわ。誰も聞いてないんだけどね、俺の好み。バイバイって手を振ってくれた時、可愛いな、おい。そういうあざとい行動でいいんすよ。本当にね、バイバイだけでもいいから、行ってアプローチするっていうことに関してさ、すごいハードル高く感じるでしょ。でもそれはさ、何か相手に対してボディタッチしなきゃいけないとか、そういうことを考えてるからなんだよ。バイバイって言うだけなんだよ。その子のところ行って、バイバイ、また明日。これでいいんだよ。お前何が難しいの？教えてみ。普段元気で楽しい子がピアノ上手すぎて惚れた。それはね、惚れるよ。マジで俺もう思うもん。ピアノ習っとけばよかったって思うもん。っていうかね、俺小学校の頃に一回マジで親にピアノ習いたいって言ったことあるんだよ。だけど、その時、親がピアノ結構厳しいよみたいな。先生とかに結構怒られるよみたいな謎理論を俺に振りかざしてきて、俺怒られるの大嫌いな人間だったから、じゃあいいやと思ってやめたわけよね。あの時に親が、あ、いいね、じゃあやってみようかってなったら、俺は、すごかったと思う。欲望に素直。どういうこと？それが好きって思ったってこと？どういうこと？なんか、ワンピース取り行きたいとかそういうこと言ってんのかな？その子で抜けない。男ってさ、本当に好きになった人に対して性欲湧かないみたいなの言われてるけど、そいつの問題じゃないのって思う。普通に。中学生までじゃないの？その話はって思う。マジでさ、よくいるんだよ。SNS とかでも、男は本当に好きな女の子に対しては、そういう欲湧かないからっていうことをさ、SNS で発信してるインフルエンサーいるけど、それ本当中学生までの話じゃないの？それ言われるとさ、当たり前だけど好きになった相手に対して、そういうような感情を湧きました。じゃあ俺はやりもくなんか、俺は好きじゃないのかっていう風に男の子疑問持っちゃうから。違うよね。なるから、普通にムラッとなるから、好きな子に対して。最初は出てこないかもしれないよ、純粋な気持ちが勝つから。でも少し気持ちの整理がついてきたら、そういった欲が出てくる。だってそれは本能的な問題だから、絶対出てくるものなんだよ。グミくれる時手かざしてきた、こうやって渡したってこと？グミを。その子が何してても可愛いってやつでしょ。そのモードだわ。急にちょっかいかけてくる子。あ、可愛いよね。ちょっとだけのちょっかいでいいんだよ。それが毎度になってくるとさすがにちょっと鬱陶しくなってくるんだけど、たまーにされるちょっかいっていいよね。わかるわ。目が合うたびにニコってしてくれる子、愛嬌だと分かってても惚れる。笑顔って最強だからね。笑顔ってさ、基本的すぎてみんなやらないじゃん。もっともっと上質なテクニックというか、もっと小賢しいテクニックみたいなのを学ぼうとするじゃん。そういうものを知った方が勉強した気になるから。でも忘れちゃいけないの、この笑顔ね。結局笑顔に勝てるテクニックなんてないから。さりげなくボディタッチ。まあね、女の子のボディタッチ嫌う男の子っていないから。まあそのなんつうのかな、飲みの場とかで隣に来て太ももに手を置かれるとか、そういうのはあ、こいつ慣れてんなとか思うけど、そうじゃないボディタッチは全然大丈夫。むしろほとんどの男子がキュンキュンするよね。階段で前歩いてた子がチラってこっち見上げてきたこと、おい、それで好きになったんかお前、早えって。しかもそれ多分知らない相手だろ、この書き方。その女の子ちょっと上見ただけで、上気になっただけで、お前を見たわけじゃないぞ。それで好きになったの？ちょっともっと落ち着けって。好きな人のために垢抜け顔
張ってる私、間違いない。こういうこと頑張れる女の子可愛いし素敵よ。応援してます。女だけど DM の文面めちゃめちゃ可愛いのに、わらじゃなくて W 使ってたことわかる。お昼静かに一人いただきますと手を合わせているところを見たとき、あ、ちょっと可愛いね。これちょっといいよね。今の人たちってそういうこと言わずにもう食べ始めちゃうもんね。なんかそういうさ、育ちの良さ垣間見える瞬間ちょっとキュンってするのわかるわ。お菓子あげたらその場で食べ始めて、ありがとうめっちゃうまいって言ってくれた。こういうのがあるとね、女の子にお菓子配りたくなるんすよ。わかるわ。高校時代お菓子学校に持ってったんだけどさ、その時にちょうだいって女の子に言われるの好きなんだもん。だから一口チョコレートを一袋持ってったもん学校に。名前呼んで〇〇くんじゃあねって言ってくれたこと。そのね、何でもそうだけど会話にできる限りやっぱ名前は入れた方がいいんですよ。心理学で言われてるんですが、カクテルパーティー効果って言うんだけど、カクテルパーティー効果って何かっていうと、自分の名前を耳に入れやすいという、そういう風な効果なんですが、例えばだけど教室めちゃくちゃザワザワしてるでしょ。でも自分の名前を呼ばれた時、その名前が大声で呼ばれたわけじゃないのにスッと耳に入った経験ってない。あれはカクテルパーティー効果って言って、自分の名前が自分は気持ちいいと感じる音だから、だから耳に入ってくるっていうね。だから会話の中とかでもできる限り名前を入れてあげる方が好感度が上がるっていう風に言われてるわけですよね。最近やりすぎてるもんね。あれこれね、だからもう安売りするの良くないと思ってんだよ俺。だからやんないよ今日は。ゲームとか漫画とかアニメの話で盛り上がった時、へえ面白いですよね。単質ね、初見です、関係ないんですけど MBTI 何ですか教えてください。指揮官です僕は。まあ指揮官のエピソードで言うならば、僕ね合唱コンクールの時指揮者に立候補したんですよ。指揮者って目立つじゃないですか。だからかっこいいなと思って立候補したんだけど、小沢優太はダメだっていう風になって指揮者に選ばれなかったんですよね。その理由っていうのが、これほんと中学生あるあるだなと思うんだけど、学力が低いからっていう。学力高いやつじゃないと指揮者できないよねっていう、そういうような価値観、クソみたいな価値観があって、それで指揮者降ろされたんですよ。多分その悔しさから今僕は MBTI 指揮官なんだと思う。女です、自分勉強できるから教わる立場になれない、どうすればいいですか。勉強はできても恋愛はできないってか。わからないふりすりゃええやん。これわからないんだよね、教えてくれる。すごい、え、〇〇くん教え方めちゃめちゃうまい。今度さ、一緒にもっと勉強したいからさ、空いてる日どっか図書館とか行かないって言えよ。バレエの授業でうまくいった時ニコニコ笑顔のハイタッチしてくれたこと、うわ可愛い。なんかうまくいった時にハイタッチしてくれる女の子っていいよね。俺も今日口回ります。3週間ぶりの撮影だというのにイエーイ言うて、一人で座ってたら隣に座ってきた。なんで？なんで隣に座るの？そこしか席なかったの？なんでそういうような状況になるのかが俺わからん。羨ましい。くしゃって笑った時、はあなるほどね。ご飯食べ終わった後に手を合わせてごちそうさまでしたって一人で言ってたこと、絶対さっきのやつと同一人物だろ。いただきますと同一人物だろ。いただきますの女の子狙われてるな。二人から好かれてるぞ。バスに乗ってたら学校が同じ女の子が来て、僕を見て隣に座ってきて、その後満面の笑みで見てきた時、怖くねえか。え、なんでですかそれは。うん、ちょ、脇汗すごいからティッシュで拭かせて。え、なんで？それを教えてほしいわ。めっちゃスポーツできる女子。いいよね、スポーツできる女の子って。わかるよ、かっこいいもんね。俺、かっこいい女の子がさ、好きだから、そういう人に惹かれるっていうのはめちゃくちゃわかる。兄に聞いてみたら、髪型変えたって聞いてきたり、目をちゃんと見て話しかけてくれる子だし、髪型変えたって直接言われたいわ。女の子もさ、髪型変えたりとか、前髪切ったりとかしたら気づいてほしいってあるじゃん。男もだからあれ。お前ら独り占めすんな、その特権。俺らもだから。ちなみに僕はね、そろそろ黒髪に戻そうかなと思っております。気づいてくれるかなこれ、気づいてくれるかなお前ら。あの、今のウインクの時間、これ何だと思う？これ尺伸ばしタイム。 YouTube ってね、8分以上にしないといけないわけよ。そうしないと広告挟めないんだよ。でも話す内容なくなってきたら、あーこれ8分以上いくか分かんない、そういう時にこうやって今数秒伸ばしたでしょ尺。これが YouTube テクニック。底辺 YouTuber と言われてる人たち学べ。手じゃなくて小指握られて案内された時、指切り減反しちゃえ。話すことなくなってきたんだねこれきっと。うわー筋肉すげーと言ってくれた時嬉しいよな。筋肉褒められるってめちゃくちゃ嬉しい。顔褒められるのも嬉しいんだけど、僕は筋肉褒められる方が嬉しい。だってさ、筋肉ってマジで努力じゃん。生まれつきじゃないじゃん、ああいうのって。もちろん筋肉つきやすいとかつきにくいとかそういうのはあるかもしれないけど、ある程度の領域になるとちゃんとやらないとつかないじゃんね。そこを褒めてもらった時超嬉しいんだよね。依存してほしいって言われて大好きになりました。
ました。なんで依存し合うってめんどくせえぞ。あんまおすすめしません。基本依存って良くないからな。華奢な子が一人で重たい長机2台を片手で運んでいたこと。手伝ったれ。好きだなって思う前に手伝ったれ。やばいだろ、危ねえだろ。すぐ手を差し伸べろ、お前は。普段すっぴんで学校来る子がまつげ上げてきた。それに気づけるってさ、相当前から好きだったでしょ。相当見てるでしょ。これはね、この男の子の愛情が垣間見えますよね。笑顔で、違うからって言ってきた先輩。違うわみたいなこのツッコミ的なのを笑顔で言ってくる人を好きなのちょっとわかるな。私のスキビもそんなことを思ってくれたらいいのに、思わせろ。そんなことを思わせろ。思ってくれたらとかじゃなくて、なんでも受け身の体勢になってる時点でお前はもう負けに入ってるぞ。立ち向かえ、お前。めっちゃ関係ないんですけど、ゆうたさんが K-POP 聞いてるの好きです。最近聞かないっていうのもあるんですけど、 K-POP の話題出すとね、 K-POP 好きの女子中学生が本当に誹謗中傷してくるんですよ。照れてる姿が可愛すぎる、惚れてまうわ。わかるよ、話してる時に顔赤くなってるとかさ、ちょっと自分がかっこいい行動した時にしっかり照れてくれる女の子ってめっちゃいいよね。自分がなんかさ、ちょっと王子様になった気分になるんだよ。そういう気分にさせられる女の子っていうのを強いと思う。ということで今日は以上でございます。好きだなって思った瞬間ということで、もともと好きっていう土台があっての行動だと思うから、なかなか参考にできない部分もあったと思うけど、まあできるのがあったらやってみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ビビー、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録、あ、待てない、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。